まあ、この国の、会社の中で中小事業者って、99.7% 以上占めるんですよね。でそのほとんど の、 会社さんがいわゆるあの大企業みたくいわゆる経営戦略、室だとか経営客室みたいなところは財務省持てないですし、外部のコンサルを雇うと思ってもそんな雇えるお金なんてないんですよね。でもいわゆるここってそういうふうな部署が作れなかったり、そういうふうな外部のコンサルティングを雇えない人でも、まあ、気軽に使ってもらえるような、いわゆるみんなの経営戦略相談室みたいな感じの位置づけなのかなというふうに思っています。だここでこのいわゆる会話をしながら、うちのこのね、センターと会話をして、そこから出てくるアイデアっていうのを商品化したりだとか、いわゆるそこで見せ方を変えたりだとか、そういったことをやりながら、いわゆる中小事業さんの売り上げっていうのをこう上げる、一役を変えればいい。まあ、弊社の事業体験といたしましては、金属板金加工業と、あと塗装ですね、金属塗装、エキスゲ塗装といったところが、メインの業務になっておりますけども、まあ、メインのこの業務以外にですね、まあ、新たなチャレンジといたしまして、2年前にウェブ受注といったところの展開を行いました。まあ、しかしながらですね、この2年の活動の中では思うような、まあ、成果が得られなくてですね、まあ、そこで苦労していたところに、まあ、今回、イスアイビスさんもお話をいただきましたので、まあ、ぜひいろいろなアイデアなりアドバイスをいただければといったところで、今回申し込みをした企画となっています。うちのセンターでやってるのって、結局その一社一社が結果的にその元気になれば、町全体が活性化するんじゃないかなということは思っていて、まあ、私のその最終目標にあるのは、一社一社が確実に元気になっていくことで、まあ、あとは自信を持ってもらうことで、湯沢市全体が将来的に活性化する、まあ、最大のその武器になるのではないかなと思っていて、それを目指しています。はい。